はい、えー、皆様本日は早い時間にもかかわらず大勢集まりいただきありがとうございます Amazon Web Service Japan の藤本と申します、えー、まず本講演ですが私の方から前半20分を使いまして、えー、この人物の生産性向上に貢献できるプログラムのご紹介をさせていただきますその後ですねドコモヘルスケア社様の、えー、竹部様中村様よりまあこれをこのプログラムを用いてどんなことをしていただいているのか かつ、このプログラムを持って実際にどのようなコスト削減を実態としてやっていただいているかそんなご紹介をしたいなと思っておりますまず私からの前半戦ですがクラウドエコノミクスというところでこの人物の生産性などを測るツールとして我々 AWS がご提供しているプログラムの名称ですこれ何かと申しますとオンプレミスの環境これを現行の環境だと思っていただいてよいかと思います。 オンプレミスの環境からクラウド移行することで得られる経済的メリットこれを定量化支援いたしますといったプログラムになっておりますこれあの現状いろいろなお客様に使っていただきまして現行環境がまず見える化されますっていうところも一つの価値なんですけどもそこからクラウドに移行するとどれだけ増えるのか減るのかっていうのが数字でお示しできますのでいろんなこう今後の方向性インフラをどうしていくかクラウドに移行していくのか そんな会社全体の議論に使っていただけるのかなというふうに思っておりますプログラムの中身に入る前にまず今の現状 AWS ユーザー様でどれだけのコスト削減効果というのを実態としてご実感いただいているかというのを簡単にご紹介させていただきますこちら20から90%ということでさまざまな軸でクラウドに移行することでコスト削減が実現できましたというお声を実際にいただいております われわれのウェ,ブウェブページの方でご公表いただいているご公開をいただいている事例から引っ張ってきた数字でございますではなぜクラウドに移行すると基本的にはまあメリットが出やすい方向にいくのかというところを示した1枚の図でございますオンプレミスでは見えなかった効果ということでこちら横軸に時間縦軸にコストを取っておりますイメージでではございますがある時点で 今後の需要というのを予測したのが直線で引いている点線の部分ですね灰色の点線ですでこれに対してこれまでの従来のハードウェアの投資というのは言わずもがなですが予測をして段階的に投資をしていく青のジグザグした線になっているかなと思いますこんな投資計画というのがこれまでの考え方だったと思います一方で、 実際の需要というのは、まあ、この点線に沿うものではもちろんあるんですけれども実態当然バタ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 需要はしていくことになりますこれが赤の曲線で示したものですクラウドはこの赤の曲線に沿うような形で増減インスタンスを増減させて常に追従する形でインスタンス稼働ができるというのはもう皆様ご存知のところかなと思いますここで生まれる効果が2つですねまず緑の四角で示しました過剰の投資の部分 段階的な投資になりますので一度投資してしまえば、まあ、それは使い切らないともったいないっていうタイミングが間違いなくありますねというのがまず緑の四角で示したところです。もう1つは需要のピーク実際これ赤の曲線は最終的には青の線を超えるピークを示していますこれつまり実際の需要はここまで伸びなかったということなんですね本来はあるであろう需要だったのにもかかわらず投資が間に合わなかったので、まあ、我慢してしまった。 そんな機械損失というのもクラウド環境であれば救えるであろうというふうに考えていますこんな2つの大きな効果というのが基本的にはメリットが出やすいですねと思っている構造なのかなと思ってますではこのようなコスト削減のメリットというのをどのように定量化していくのかここからクラウドエコノミクスのご紹介になりますまず6つの価値を上から並べておりますこれのうち、 1>, 1番から4番の部分までをこのプログラムでは定量化、支援できますというふうに言っております5番、6番は後ほど詳細述べますが未来のお話ですねここで定量的に評価をするというものではなく今後もまだまだご教授いただけますよというコスト貢献しろを、えー、さらに述べておるところですまずフォーカスするの1番から4番のところです1番インフラコストの削減2番スタッフ様生産性の向上 3番に頑強なオペレーション4番に俊敏なビジネスというところでこの言葉ってかなりいろんなセッションでもまあクラウドの一般的な価値という中でも言及はされていることって多いと思いますインフラのただの置き換えだけではなくて生産性上がりますよビジネスのスピードが速くなりますよオペレーション自体強くなるんですよこんな言葉って結構聞いてるかなと思うんですがこのプログラムの肝はこれを全部定量化しますというところにございます 特にインフラコストの削減、このあたりの計算って、もしかすると皆様、お客様のところでも自前でできるお話もあるのかなと思うんですが、2番、3番、4番の領域って、なかなか計算するのって難しいかなと思ったりしています。 でこちらにあの1番から4番までの,このクラウドの価値というものをこれまでのお客様のいろろなお客様の公開事例をもとに少しマッピングをしてみましたという一覧ですちょっとこのページでは全てはもちろんお読みできないんですけどもいろんなお客様がこの4つの価値に沿った形で、えー、クラウドの価値でありますよねということを言及いただいている例になるのかなと思ってますちょっといくつかピックアップしてみましたインフラコストの削減1番の領域ですね ここについてはまず印象的な例として AGC 様の例をちょっとひ括くくりしてみました、まあ、書いてもございます通りです3年間で92ものシステムというものを移行実現できましたとこれによってコストは4割ほどに削減できていますというのが実態として出ておりますというのがまず AGC 様の公開事例で見えております続いて生産性の向上ですこちらも一つピックアップしています東急電鉄様 オンプレミスなら構築段階で2人必要なところが1人で済むイメージですまたさらに運用保守であれば0.1人でいいくらいですということで生産性の向上少ない人数で同じクオリティのオペレーションを回すことができるようになっていますそんなお声もいただいております続いて3番ですね頑強なオペレーションここは DNA さん任天堂様のケースを持ってきました スーパーマリオランあの皆様もよくご存知だと思います有名なアプリ,アプリですねこれが配信されてから8000万ダウンロードに耐えておりますという非常に良い事例かなと思っておりますこのじゃこれをどういうふうに定量化するのか後ほどまた詳細ご紹介したいと思いますが、まあ、ここではクラウドに移行することでオペレーション自体が強くでなるようになりましたよこんなお声をいただいているという例かと思ってます最後にビジネスのスピードですね これもエーザイさんのケースだけピックアップしています。オンプレミス環境では数百コアが限界でしたが、AWS なら数千コアを同時に立ち上げて、まあ、計算時間がすごく短くなりましたというところですね。30日から1日、こんな具体的な事例というのもご公表いただいています。まあ、このようにいろんなお客様が公開事例の中で、このような4つのバリューに沿ってえと事例を述べていただいているという例でございました。では、この4つ、 どういういに定量化をすするののか中身のご紹介ですまず順番にまたインフラコストの削減から参りますこちらは、えー、と我々のこのプログラムをご提供をさし上げたお客様で出てきた実態のコスト削減の試算結果です 30, パ30から60%ということで、まあ、幅は広いんですけども、まあ、基本的にはメリットが出る方にあの試算をさせていただいているのかなというふうに思っております かつこのプログラムすでに120社様以上にご提供をさせていただいておりますのでかなりこのメリット幅というのも実態に近しいかなりサンプル数が多くなっている実例なのかなというふうに思っていますではこの30から60%という削減効果ですけどもどのような試算どのような対象を試算することでこの結果って出ていますかというご説明です こちらもあのかなり考え方としては広まってきております。TCO でしっかり考えましょうというのを、えっと、改めてご紹介しているものです。分かりやすい例で言うと、サーバーのハードウェアの、じゃあサーバーの調達料金っていくらですよ。それに対してクラウドで計算してみたら結構高かったです。こんなお声は今もよく聞いたりします。なんですけども、我々、クラウドって AWS が。 データセンターも管理して全てのオペレーションをこちら側でやってますその上での料金になってますので実際比較を正しく行うためにはオンプリミス側でもハードウェアソフトウェアファシリティこのような3領域というのをしっかり見ないといけないのかなとそんな風に思っております特にファシリティの部分なんかはなかなかデータとしても手元になかったりしますので我々の推定ロジックで場所代ですとか電源空調といった電気代の部分も算出を差し上げて トータル現状これぐらいかかってるんじゃないでしょうかそんなような会話をさせていただいているものですちょっとイメージしやすいよう簡単な一例を持ってまいりました 1Windows 物理サーバーということで、まあ、ちょっと現実にはあまりないような、まあ、シンプルな環境をイメージしておるんですけども4コア 32GB のメモリーですと、まあ、こんなような環境があったとしてオンプレミス側にはこれだけのコストが乗っかってきますねというものを示したものです これ環境としてはイレギュラーですので絶対値はあまり気にしないでいただいて結構ですこれだけの項目数が乗っかってきますねというふうふに見ていただければと思いますハードウェアの調達だけでなく補修もかかればラックの調達もかかればファシリティ関係ライセンス関係すべ、まあ、ていろいろかかってきますねとでこれが我々のコンピューティングのサービス EC2 であればセットで AWS がすべて調達運用した上での重量料金になっておりますよとここんな比較をしてあげることが Apple to Apple でですすすねとそんなな考え方でございままももう一つ今日のメメインメッセージにもなりますスタッフ様生産性向上ということで先ほど物の,の考え方でこちらは人の考え方ですね15から40%ということで先ほどと同じように多くのお客様がこれぐらいの効果をご実感いただいておりますじゃあこれをどう計算するのかなんですけども大分類中分類小分類とありましてまあ何をまず我々が持っているかといいますと IT スタッフ様が関わられているであろう全作業リストみたいなものを目指して作っているまず、小分類アクティビティリストがございますこれいろいろなリサーチをかけさせていただいて実態のお客様から出てきた業務というのをすべて洗い出すそんな努力をしてできたものです加えてじゃあそれぞれの作業というのが今どれぐらいの負荷がかかっていますかという案分の比率ですね業務負荷の安分比率それと その作業をそれぞれが AWS に移行することでどれだけ削減できるでしょうかというパーセント削減を示したものこんな数字も合わせてリサーチ結果から取ってきていますでこちらは推定等々ではなく実際のお客様からヒアリングアンケート調査なんかをかけさせていただいて出てきた、まあ、なるべく実態に近しい数字になっているのかなというふうに思っておりますで最終的にはこれをまあそれぞれ掛け算して足し上げると最終アウトプットが出るとそんなイメージなんですけども 肝となるのが、やってみると当たり前なんですけども減る作業もあれば減らない作業もありますというのを、まあ、個別アクティビティごとに精査していますというところです新技術の評価なんかは、まあ、AWS に移行しようとしなかろうともちろんずっと追いかけ続けないといけませんのでここは全く下がりません一方でサーバーの予算作り計画作り 先ほどの冒頭示しました段階的な大規模投資になってきますのでこれまでかなりの予算作りのところに労力がかかっていたんじゃないかと思いますその部分がもうほぼほぼオートメーションされたインスタンスの増減になっていけばかなりの部分解消されるでしょうとこんな考え方でアクティビティごとにどれが下がるのか下がらないのかというのを政治化したというのがメッセージです続いて3番です頑強なオペレーションということで この後3番、4番につきましてはお客様さまざまな試算を行ってディスカッションをさせていただいて出てきている定量的数字が多いですのでここではちょっと考え方だけにとどめさせていただきます頑強なオペレーションつまりは非計画的なシステムダウンタイムが減少するこれをまず事象のメッセージとしていますでこれを定量化するにあたってではダウンタイムによってどんな悪い影響ってありましたっけというところをまたリストアップのようなことを行っております この中には分かりやすいダウンタイム中にまあシステムも止まってその先のサービスも止まってエンドユーザー様にサービス提供できませんでしたといったような売上損失なんかもあればそれによって、御社の評判落ちてしまいますよねといったレピュテーションのリスクこんなことも定量化しますまた、エンドユーザー様使っているエンドユーザー様の生産性が下がったりまあダウンタイム直さないといけませんので IT スタッフ様の生産性も下がったりこんないろんな軸というものをまず持っております。 でここからがまた我々のリサーチ結果でじゃあそれぞれごとでどれだけお金が測っているのとレピュテーションってどれだけ悪化するのこんなような定量的データというのもまた持っておりますでかけること AWS であればこれだけダウンタイムが下がりますよ、まあ、ここは一般的な技術結果ですねダウンタイムはこれだけ下がりますという結果はパブリックにもありますしわれわれの技術的な結果としても持ってますので、まあ、それをかけてあげることでダウンタイムってこんなに改善するといいことがありますよ これがお金で出てくると。そんな形でございます。最後4番ですね。俊敏なビジネスということで、ビジネスのスピード速くなりますという部分ですが、こちらもいろいろなお客様でさまざまなディスカッションありますので、また一例を持ってまいりました。エーザイ様の先ほどのご紹介したケースですね。でこれをじゃあ定量的に見てみましょうという一例でございます。 こちら新薬のシミュレーションの計算スピードについて言及されているケースですのでじゃあ、その新薬で1年間で1億円の売上げを狙ってたとしましょうその場合にはこの30日から1日に計算期間縮まってますよこれってつまり、ローンチ自体も1か月早くなるしその分早く売り上げて手に入れられるしじゃあビジネス効果って1億円かける1 2分の1もう計算としてはものすごくシンプルです。 なのでお客様とディスカッションする際には、まあ、こういった事象がどれだけあるかこれ一事例でしかございませんのでこういったことがいろいろ積み上がってくるんですねでそれぞれについてビジネス価値というのを一緒に計算させていただくこんなことをやっておりますでビジネス価値というのが、まあ、この3番4番の領域ですけども、えー、と具体的なあの計算のロジックはご説明させていただいたんですがじゃあなんで重要なのかというところを最後ご紹介します こちらが100%を3年間 AWS を利用しているお客様においての経済的効果だと思ってくださいこのうちの半分が実はビジネス効果から来ていますよというのが IDC 様のリサーチ結果から実は出ております最初の初期投資であるインフラコストのところというのは当然大きな投資なので回収効果とした もちろんあるんですけども3年間という長い期間で見てみるとビジネス効果みたいなものってど,ど,どんどん積み上がってきますので、まあ、結果的にはものすごいパイになってきますよということでかなりこの3番の、3番4番のビジネス効果というのは無視のできないものですよとそんなことを示しておりますで最後、5番、6番はご紹介までになりますこれは我々がこの時点で予測をするというものではなく今後まだまだご教授いただけるでしょうコストダウンの城だと思ってください。 継続的なプライスダウン、これはもう AWS 自体が過去72回値下げを行ってきましたというところで、今後もかなりの角度でまだまだ値下げをしてまいるでしょうということは言えるのかなと思っております。こちら、実態も示したものですね、S3 で86%、EC2 で50%、まあ、こんな値下げというのを実績として積んできておりますという領域です。で最後、コストオプティマイゼーションの領域です。こちらもご紹介ままでになりますが 一番左をオンプレミスのコストの幅だと思ってください。これに対して真ん中のオレンジのところというのがちょっと字っ小さいですがオプティマイズドリフトシフトと書いてありましてサイジングあまりユーティライゼーション高くないものは少しインスタンスのスペック下げてもいいですよねですとか止められるときは止めましょうそれがクラウドのメリットですよそんな利用形態までを最適化した環境だと思ってください。 実はインフラコストの削減の試算をする際にこのユーティライゼーションですとか起動時間ですとかそんなことも一緒にヒアリングをさせていただきますので実はこのオプティマイズリフトのシフトの辺りまで一番で再現ができると思っております加えて AWS の最適化ですねここが最後の残る城でしてじゃあこの用途であればサーバーレスでも十分ですよねとか今運用されているかもしれませんがもう AWS のマネージドサービスを使ってしまいませんか そんなところにもまだまだコスト削減の余力って残っていますというのがこちら最後6番で申し上げているところです。ということで私からクラウドエコノミクスの概要をご紹介させていただきました。で、このクラウドエコノミクス本日はドコモヘルスケア様で活用いただいた事例というのをご紹介いただきますが基本的に効果的な使い方っていうのはこのステージで行いますというのを最後示したものです。ちょっとかなり情報量多いスライドですので全体のご説明はしませんが 縦にビジネス、ピープル、ガバナンス、プラットフォーム、オペレーション、セキュリティと、まあ、我々がクラウドに移行するために大事にしているこれは成し遂げないといけないですよねと言っている 6, 6個のバリューというものがございます。これに対してそれぞれのステージごとでどんなことをやっていくのが必要かといった、まあ、アクションベースのものをマッピングしたものなんですねで。実はクラウドエコノミクスってここに刺さるものです。ビジネスの領域でファイナンシャルにクラウドというのを評価して最終的に 上層部の方にメッセージとして差し込みたい、クラウドに移行することって決して悪いことじゃないですよ、こんなメリットあるらしいですよ、そんな時に使っていただくというのがよくあるケースです。加えて、今回のドコモデスケア者様の事例というのが実は発展的でして、このドコモデスケア様はもうすでに移行というのを完了しております、で移行が完了したときにさらなるコスト削減しろってまだ残っていない、こんなニーズもあったりするんですね。 なので最初の段階でやるだけではなくてやった後移行した後にももう1回評価をしてみてまだちょっと見えていないコストワ検証ってないっていうのをご確認いただいたというのがドコモエレスケア社様の事例です。ということでドコモエレスケア社様のお時間にしたいと思います。ドコモレスケア社様、私から簡単に概要をご紹介しますと身体健康医療に関わるデータをまあ管理プラットフォーム化していましてまあそれをこうアプリケーションに載せたりですとか ライフログに撮ったりですとかそんなような事業を展開されている会社様です本日は2名の方からご紹介いただきます武部様と中村様ですねまず武部様よりじゃあこのクラウドエコノミクス実際に最初移行する前の段階でどんなことを考えられていてどんな活用されたのかそんなお話をいただきますその後中村様からじゃあ実体としてシミュレーション計算は分かるけどじゃあ実体としてどうやってアクションしていくの そんなところの苦労話なんかもお話しいただきたいと思いますでは竹部様からよろしくお願いしますドコモヘルスケアの竹部と申します本日はよろしくお願いいたします私は健康プラットフォームの開発と運用を担当しており昨年500万人会員の健康プラットフォームをオンプレミスから AWS に移行しまして大幅なコスト削減を実現いたしました 本日はクラウド移行によるコスト削減についてお話しさせていただきます。お話しする順番ですけども、まず独自コストメリットの試算、次にオンプレミスから AWS への移行の実行、3番目にクラウドエコノミクスの実施、4番目に AWS 移行後の活動をお話しいたします。1番から3番までは私がお話し、4番目は中村の方からお話しいたします。 まず最初に独自コストメリット試算ですけども AWS に移行する前にその検討としてコストメリットの試算を行いました試算の結果ですけどもインフラコストは44%の削減運用コストは7%の削減と大幅にコスト削減できることが分かりましたインフラコストの削減については サーバーバをオンプレミスのサーバーを基本そのまま移行した場合を想定して AWS の料金計算ツールで算出いたしました運用コストの方はインフラベンダーに採択していました監視ですとか運用を SI ベンダーの方で運用できるということになりますのでその試算結果として7%の削減ということになりました 一方、AWS への移行費用なんですが、えー、見積もってみますと、コスト削減の3年分の費用がかかることが分かりました。単純に考えると、3年、回収に3年かかるということになるんですけれども、もしオンプレミスのまま、そのままいった場合、考えますと、ハードウェアのリプレース費用が近々かかることが分かっていたことと、 それからミドルウェアのサポート切れの対応費用もかかるということが分かっていましたのでそちらを見積もったところほぼ AWS への移行費用と同じということが分かりましたすなわちオンプレでそのまま行った場合のにかかる費用と移行費用がほぼ同じなのでコスト削減の部分だけを享受できるということが分かりました まあこの試算結果をもって社内で提案してクラウド移行を実施ということになりました次にオンプレミスから AWS への移行の実行についてですまず移行の時期ですがコストメリットを最大化のためミドルウェアのサポート切れに合わせてできるだけ早い時期を目標に設定しました 移行方式はできるだけ早く移行するためオンプレミスのサーバーを極力そのまま移行という方式にしました方針としましてはまず早く移行してその後で AWS に合わせた最適化を行うということを目指しましたまた移行のタイミングではついでにちょっとデータをきれいにしたいとか このサーバーはちょっとトーンをしたいとかいろいろ意見が出てくるんですけども欲を出さず極力シンプルに早く移行するという方針にしました移行にあたって迷った点や不安だったことは大きく3つありますまず移行を委託するベンダーをどうするか通常 であれば当然普段開発や運用している既存ベンダーにお願いするところなんですけども既存ベンダーは AWS 経験こそあったものの大規模なシステムを AWS に移行するという経験がありませんでしたそこで社内では AWS に強いベンダーに頼んだ方がいいんじゃないとかそういう声も上がったんですけども結論としては 最終的にシステムの品質確認をできるのは既存ベンダーしかいないということとそれから長年システム開発や運用してきたノウハウというのは容易には引き継げないということまた AWS 技術自体は習得可能でかつ第三者に支援を依頼することもできるので結論として既存ベンダーに依頼しました。結果的に の AWS の方からも技術的サポートを得られることができましたので結果的にはそれで正解でしたまた、えー、とアーキテクチャの不安もありました、えー、オンプレミスのサーバーを基本そのまま移行するといいましても、えー、AWS 上でサーバー構成はこのままでいいんだろうかとかデータの移行はどう,すどうしたらいいんだろう 当日のシステム切り替えはこれでいいのかというのをベンダー等も検討したのですが本当にこれでいいのかという不安がありましたでそこは AWS のソリューションアーキテクトに何度もレビューを受けましてさらに AWS 上でテスト的に構築をし試してみることで不安を解消することができました また、構築の中で技術的課題がいくつか出てきました課題というよりも不明点といった方がいいかもしれません AWS の技術でわからないことが出てきましたら AWS のサポートをフル活用して前に進むということができました次に移行した後 クラウドエコノミクスを実施いたしましたこれは移行したことによるコスト効果の個体合わせとそれからさらなるコスト削減の余地を探るということで実施いたしましたクラウドエコノミクスの試算結果ですけれどもインフラコストは37%削減という結果が出ました エクセルシートにオンプレミスの全サーバーのスペックですとか稼働時間を入力していくと簡単にこの結果を得ることができました次に運用コストは15%の削減という結果が出ましたこれは運用のかなり詳細な項目に対して稼働時間を入力していきました この入力の中でいろいろ気づいたことがありましてそういえばこの運用はもうなくなったなとかこの運用はもうほぼ稼働がかかってないんだとかそういう気づきを得ることができました具体的に言いますとインフラ変更を伴う追加開発などでそれまではインフラベンダーと受発中の調整ですとか スケジュールの調整をする必要があったのですがそういうことがなくなりましたまた障害時ですね障害時にアプリケーションとインフラの切り分けを行うのに今では一つのチームで完結するようになりましたので非常にそこが効率的になったところもありましたまた項目いろいろ見てみますと まだ削減の余地があるところが見えてきましたのでさらなるコスト削減につなげていけると思っていますあ最後にクラウドエコノミクスの答え合わせです実際 AWS に移行して半年間のコスト削減の実績ですけどもインフラコストの削減は44% 独自資産の結果が44%なので、独自資産が正解だったと言いたところなんですが、これはたまたま一致したもので、半年間の間に段階的にインスタンスタイプの見直しですとか、リザーブドインスタンスの購入を行ってきましたので、半年間取った結果がたまたま44ということになっています。 最終的には60の削減また運用コストの削減は16%でクラウドエコノミクスの試算とほぼ一致したという結果になりました独自試算では想定できなかった項目の削減が実際はできていましてそれがクラウドエコノミクスの試算で明らかになったということになりました この結果を生かしてさらなるコスト削減を目指していきたいと思っております次に AWS 移行後の活動を中村の方からお話しいたします,の中村と申しますよろしくお願いいたしますはいえっとドコモヘルスアの中村と申しますよろしくお願いいたしますえっと 私の方では、私も健康プラットフォームの開発運用をやっているんですけども、それとプラスして、AWS に移行をした後のシステムについて、さらなるシステムの最適化だったり、コストの削減というものをやっています。 でそのあたりの話、どういうふうにやったかというのをお話しさせていただければと思います、えっと、まず、えっとその、今までやったそのコスト削減の、えっと、実績についてここにまとめておりますこの今の健康プラットフォームというものを、えっと、AWS 移行する前に、えっと、社内にある全部の AWS システムをコスト削減というのをいろいろやってみましたでそのコスト削減を実施した結果トータルして1年間で35%もののコストの削減に成功しておりますでこのあたりどういうふうにやったかというのを今日お話ししたいというふうに思っております でえー、とまず削減のポイントなんですけども、これ、非常にざっくり言うと、AWS のコストっていうのは、サーバーの台数とスペックごとの時間単金、あと時間の掛け算で表すことができるというふうに思っています。で、スペックごとの時間単金とあるんですけども、AWS はのスペックが1個上がると、性能が倍になるんですが、コストも倍になってしまいます。ということを言い換えると、あの性能を上げて、スペックを1つ下げることができれば、えー、とその単価というのは半分になるというふうなことになります。 また時間というのも,も1ヶ月フルに稼働したらば30日かける24時間で大体いい720時間分のコストがかかってしまうんですけれどももしこれも稼働時間を半分にしたらコストを半分にすることができるこういうふうになっていますなので AWS のコストを下げるというポイントについてはこのサーバー台数を減らすこともしくはスペックを下げること時間を少なく削減することこの3つがコスト削減の一番大きなポイントだという,ふうに思っております では実際どういうふうにして削減していけばいいのでしょうかというふうなところをお話ししていきますで1つ目は開発環境とか検証環境の台数やスペックを削減していくというふうなお話ですこのお話しする前にまず我々のシステムの構成についてざっくりお話ししますと我々あの4つのシステムを持っております、えっと、1つが商用環境というまあサービスを提供する環境ですもう1つが負荷試験環境という性能の検証する環境あとは機能検証する検証環境と ベンダーが開発する開発発すする環境この4つを持っていますで商用環境は、まあ、読んで字のごとく商用サービスを提供する環境なので、えっと、冗長構成にしてますしそれに見合ったスペックというのも提供していますでまた、不可試験環境というのは商用環境できちんと性能を出せるかどうかというのを検証するための環境であるのでこれは商用環境と同じような、えっと、構成であったりスペックじゃないと意味がないとなっているのでここは同じにしています。 ただ、検証環境とか開発環境というのは、言うならば機能検証であったり、ベンダーの開発ができればいい,い環境なんですね。なので、そう考えると、もう冗長化とか必要ないので、例えば EC2 とか、これ、2台構成じゃなくて1台構成にしちゃってますし、RDS に至っては、もう検証環境も開発環境も全部ひっくるめて1っという風な構成にしています。でまた、スペックとかも、今言った通りそり、機能検証とかベンダー開発ができるぐらいのスペックでいいので、もう一番小さい、極力少ないスペックでいいというふうになってます。 その結果、検証環境、開発環境については、すごいちっちゃいのが、一室は2台ぐらいと、RDS1 台ぐらい、これで実現できておりますで。2つ目が起動時間を大幅に削減というものです。これはもう実際使った分だけ課金というのをまあいかにそこに近づけるかと、そんなような話になっています。商用環境の Web サーバーというのは、実際サービスを提供しているところなので、これはもう24時間365日で起動する必要があります。ただ、バッチサーバーというのは、バッチが動いている時間だけ、 起動すすればいいんですよなのでバッチ動くときだけ起動させて終わったら落とすということで大幅な作業を実施していますでこの負荷試験環境と開発環境というのは、まあ、これは不試験をやるときに使うとかベンダーが開発するときに使うものなので実際そのやっているときだけ起動というふうにしています我々であれば平日の日中帯ですね10時から22時までを起動していてあと平日の夜間だったり土日祝日というのは落とすというふうにしています で検証環境はあの我々のシステムの検証以外にも対抗システムもそこを使って検証しますので、えっと、そういう影響が大きいものはずっと立ち上げっぱなしにしているんですけども影響が小さいものはこの不可試験環境とか開発環境と同じように平日の昼間だけ開けるというふうにしていますこうすることでもう実際何もしなかったら全部これ真っ白でずっと起動しているまんまになっちゃうんですけども結局この黒いところだけあのコストを削減できているとこういうふうな効果が得ています で3つ目があの性能を向上しスペックダウンをするというやつですね、まあ、いろいろありますあの、処理の改善をするだとかデータ構造を見直しするとか、負荷分散をするとかそういうことをすることによって EC2 だの RDS だの,のスペックを下げていこうという,ふうなやつですで、まあ、あの処理の改善とかデータ構造を見直しというのは、まあ、それぞれのシステムで特性があるのでここではちょっと詳細省きますが負荷分散はちょっと1つお話をさせていただきたいと思っています。 EC2 から RDS、データベースにあの行う処理というので、更新系処理と参照系処理というのがあると思うんですけども、割と一番最初に作るときって、この更新系処理も参照系処理も、全部ライターといわれる書き込み系の DB だけに集中してやっちゃうということがあります。こうなると、ライターはすごいトラフィックがあの加算できて、すごい忙しいんですが、参照系のリーダーについては、全然トラフィックが来ないので、もうすっからかんというか、そういうふうな状態になってしまいます。 またフェールオーバーとか考えるとライターとリーダーのスペックっていう風に合わせなきゃいけないのでますますライターばっかりすごいでかくでリーダーも同じぐらいでかいんだけどもスカスカっていう風な状態になっちゃいますこういうのをなくすために更新系処理と参照系処理はちゃんと更新系はライターに参照はリーダーにっていう風にきちんと振り分けるこういうことをしましたこうすることで、まあ、ライターに対してもリーダーに対しても適切な負荷が分散できるようになって結果的にスペックを下げるようなことができるこういう風なことができましたで 最後ここまでの1、2、3をやった後にダメ押しでやるのがリザーブドインスタンス化という,ふうなものだと考えていますで。リザーブドインスタンス、まあ、RI 化というふうに呼んでいるんですけれども、これどういうものかというと、えー、と例えば M5 ラジージとかそういう,ふうなスペックを指定して、前払いで買っちゃうというやつなんですね。でここの青い線というのがそのリザーブドインスタンスの課金なんですけれども、まあ、前払いで買っちゃうので最初にこうお金発生します。ただずっとその金額でおしまいですととこれに対,応し対してオンンデマンドだとずっと。 毎月毎月増えていくので大体8ヶ月目ぐらいで逆転しますで逆転したこの分というのがそのうち削減効果になるのでリザーブのインスタンス化すると大体3割ぐらい削減しますただリザーブのインスタンス化するときに気をつけねばならないのがまず先ほど言った123みたいなそういうふうなコスト削減施策を十分にやることでなぜかというとリザベブドのインスタンスってさっき言った通り前払いで買うものなので例えば 実際、買った後にスペックもう1個とか2個下げれたってなった後とにスペック下げたとしてももうこれ買っちゃってるのでコストとして発生してるんですよそうすると無駄なコストになっちゃうのでスペックを下げきってから買わねばいけないというのがありますまた、えっと、RI 化っていうので削減できるのは3割ぐらいなんですけども例えばさっきみたいに、えっと、平日夜間土日祝は、えっと、停止できるものとかだったら大体、まあ、5割以上削減することができます そうなるとリザーブドインスタンスを買うよりもそっちでやった方が全然コスト削減効果としてはあるのでそういうものもリザーブドインスタンス化しない方がいいという,ふうに思っていますなのでリザーブドイン,スタンスインスタンス化するものとしてはもう十分にスペックを下げたものと24時間365日ぐらい使うものについてはリザーブドインスタンス化をしていくこんなように考えていますで まあこういうふうなコスト削減なんですけども結構、社内で推進するにあたっていろいろ苦労点はありましたのでその点についてお話ししたいと思いますで、えー、とまず一つ目が、えーとまあ、コスト削減にやる暇がない、まあ、開発に忙しくてちょっとやる暇がないよという,ふうなそういうチームがあったところですね。 でこれについては、まあ、削減効果を見える化してやる気アップをさせました具体的にはまあ大体そのチームのシステムがどういうものかっていうのをお話聞いてで、えっとまあ、構成がどうなのかとかトラフィックどうなのかっていうのを聞きますそうすると、基準で大体どのぐらい下げられるかっていうのが分かりますでコスト削減って、まあ、変な話なんか家計簿の削減みたいにすごい似てるので一番最初にやるときってガーッと下がるんですよでうまいこといけば半額ぐらいになったりするのでそうなるとかなりやる気出てきます やる気出てきてこれでしめしめとじゃあ作業内容とか時間こんなもんだよってことを伝えます例えばスペックダウンとかって、まあ、大体もう5分ぐらいで終わっちゃうような作業だったりするのでそのぐらいの作業であれば、まあ、優先度アップしてやってもいいかっていう,ふうに言ってもらえてそれで実際実証してもらうこういうふうにやっていましたあとは性能とコストのバランスですねでコストを下げれば下げるほどもちろん性能は下がるのであの商用に対して何か影響あるリスクが,が生じてくる可能性が上がってきます これについては、さっっき言った通りまず高負荷処理の徹底的な見直しをしてまあそもそもあんま性能を食わないようにするというのが一番ですしあと大事なのは、これですね、負荷試験を実施します、先ほど言ったような負荷試験環境を構築するんですけども、負荷試験環境を構築した後に、そのスペックを下げたいスペックに下げた状態で、商用と同じトラフィックを流します、それをうまくさばければ、商用環境でもまあそこはさばけるというのと同義なので、そうなると安心して商用環境のスペックを下げることができるというふうにやっています。 こういうふうにやることで、えーと、商用環境に特に大きな影響も与えることもなく、スペックダウンというのはどんどん実施できています。で3つ目が停止時間の調整です、先ほど、まあ、影響の小さいやつについて、停止時間あ、あのー、停止をするというふうなお話をしたんですけども、とはいえ、やっぱりトラブルとかあったときに、緊急時に再開しなきゃいけないというのがあります。なので、その辺の運用を策定しました、具体的に、まあ、平日とかは我々も会社いますので、話していただければ、便、まあ、ーに連絡してすぐ再開しますし。 もしあの土日祝とかでいない場合はベンダー側の運用保守部門24時間365日いる部門に、えっと、このような定型化した依頼をしたら、えっと、あとは定型化した作業でちゃんと起動させるというそういうのを全部決めましてそれで運用をすることにしましたでこれ実際ベンダーも含めてリハーサルを実施することで、えっと、きちんとその運用が回ることまで確認していますで最後はあのリザーブドインスタンスの経理処理ですねでリザーブドインスタンスって1年ごととか3年ごと前払いなので あのまあ、経理的に言うと来年度予算にも影響が出てしまうというのがありますなのでここは経理部と調整して、まあ、事前にその事,業部の事業部長とかにあの承認を得ることで、まあ、リザーブ・インスタンスも経理的に問題なく処理できるようにしようとこんななような調整をしましまた、はい、で今言ったように、えっとまあ、健康プラットフォームにも今言ったようなこの4つの施策というのにまあ適用しているところであります。 でこの適用し終わった後に今度やりたいなという,ふうに思っているのがサーバーレス化の推進です背景としてはやっぱり AWS なのでいろいろなサービスというのを簡単に試せるというのだったりあとはまあ先ほどの竹部の話のもあったんですけどもソリューションアーケードの方ともすごい簡単にお話ができます我々、オフィスが恵比寿なので隣の目黒によく頻繁に行って色々どうすればいいのみたいな相談をさせていただいたりというのもあります。 あとはパートナー会社はわれわれ以外の企業間の AWS システムも構築をしたりしているので最新の AWS サービスにも深い理解を持っているとこういうふうな背景があるのでサーバーレス化っていうのを推進できていけるかなという風に思っていますでこのサーバーレス化が実現できましたらさらなる本当に究極的に使った分だけ課金っていうのが実現できると思うのでそういうのをやっていきたいというのがまあ私の野望でもあります以上ですありがとうございました はい、えっと、本セッション以上となります、AWS からクラウドエコノミックスをご紹介させていただいて実態と計算だけではなくてじゃあ、一切どういうふうにやるのというハウの部分も、えっと、ドコモフェルス経営者様からご紹介いただきましたで最後、あのアンケートページどのセッションもありますがこちらもご用意しておりますので、えっと、何がしかあのフィードバックありましたらぜひお寄せいただければと思います。どううもありがとうございました